今回は実践によく出てくる手筋をやっていきたいと思います問題は全部で四問で全てクロス線無条件の問題ですねでは左上の問題からやっていきたいと思います、まあ、左上はこの黒の一段が無条件で生きれるという問題ですね正解は こちらに切るのが正解でした。まあこれは取るしかないですね。で一線から当てて、でこうでこれ助ける手が先手になるんですね。まあ、白が手を抜くと当たりする手があって、まつ、あ、ぐと切られて全部取られてしまいますからね。 これ助ける手が先手ですねでそれからこちらに打ちましてでこれでここの目と隅の目がありますから、まあ、これ次にこういう形になってますんでこれは無条件で黒は生きることができるんですねなのでこちらに切るのが手筋でした この切る手筋は本当によく出てくるので覚えておくといいかなと思いますね。次に右上の問題見ていきたいと思います。これ右上はですね、どういう問題かというと、これ白、渡りが見合いなんですよね。こっちに打ったらこっちに渡りますし。 黒がこっっっちちにに打ったらここ渡る、まあ、こういう状況になってるわけなんですが、まあ、なんとか黒を生きる手はないかというそういう問題ですね。でこの問題の正解はこちらに打つのが正解でした。まあ、これはこちらに打ちますよね。でここで下がるんですね。 で,取ります、ね、でここでこちらに打つんですね。まあ、これは白渡らないといけないですから。でこう打った時にこちらに打ちまして、まあ、これで白石一目取れてますのでつぐ、まあ、手がありませんのでね、グと取られてしまいますから。まあ、取れてますので黒スペースあって無条件できることが できるんですね、まあ、こちらにね打つのが正解ですねまあ、こちらに打つのはこういう風に打たれてしまってまあ、後からこちらに打ってもこういう風に打たれてこちらに押さえてくれないんですねここに継がれてしまってこれは黒がもう一眼できませんからこれ死んでるんですね なので先にこちらに打ってまあこれ次であればまあここに打つ手がありますんでまあこれツグとまあこちらに下があってまあ隅の白取れるわけですからこちらに打つのが正解でした次に右下の問題見ていきたいと思いますまあこれは普通に打つと 墨とかだとこちらに打たれて、これ白無条件で来てしまうんですね。これはですね、この白を無条件で取るっていうそういう問題なんですね。で下がるとですね、こちらに打たれてスペース広げられてですね、放り込みから こちらに打っても、これここうという形なんですね。ここのこう争いになってしまいますからこれ失敗ですね無条件で目を取る手があるかどうかなんですけど正解はこちらに打つのが正解でした白が何か打った時に下がるんですねでこう打った時に 何かこういうふうに打ってもですねこれ放り込みからここに打ってここを掛け目になるんですね。でれこっちに打ってもここに放り込む手がありましてつげないですからね。まあ、継ぐと取られちゃいますからね。 とってもこなのでこの形はなかなか知らないと打てないんですがここにね一斉に打つのが正解でした。では最後に左下の問題見ていきたいと思うんですがこれ黒がね無条件で生き,れる,生きる手があるんですね。ここれれ正解はこれ左上の 問題でも出てきたんですがここに切るのが手筋なんですね。本当にこの切るる手手はよくく出てくる手筋なんですね、まあ、左上の問題を解いたので、まあ、この手筋があることが分かると思うんですがこれが先手なんですね。でこれを決めて。 ここの当てがもう先手で決まってますあの打つことができますからここに打つんですねでここの目ができるんですねで白こちらに打ってでここで次の手が大事ですね取ってしまうとこちらに打たれてこれでけ目というまあ目ができないですねこれが失敗ですねなので ここに白に白込まれた時ですね、まあ、ここでなかなかちょっと知らないと打てない盲点の手筋があるんですがここにツぐんですね。あえてね4子にして捨てるのが正解でした。これ取られるんですが取られていいんですね。石の下という形でここに切る手がねあるんですね。これで この白石取れますからまあこういうふうに打っ,うううってもこうやってまあここに目ができますからでここのねあたりもまあきまあ分かりやすく決めるとこういう形になってますからこれスペース2つありますのでこれ黒が無条件で生きることができるんですね。なのでこの問題は。 切るのが正解でしたというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました